そう、女子高校生の3人組でラペペリーリモのラペ役をさせていただきます。ラペちゃん、ラペちゃんぜひご覧ください。あれですね、 iPad はいつ直るのか。この間も多分配信させていただいた時に電波がなんかカクカクしちゃって配信ができなかったんです。なのでどうなんでしょうね、潰れちゃったのですかね、ちゃったんですかね、テレビだ、はい、23時15分テレ朝の、金曜ナイトドラマ漂着者、ぜひご覧ください。はい、放送後も配信をしようと思ってるので夜中にはなりますが、ぜひリアルタイムで見ていただいて、その後配信見に来ていただけたらなと思いますiPad のアップデートがあった。あ、だからずっとしてないからですかね。配信をするとき以外は iPad 使うことがないので、だからかもしれないです。うん、そう、よかったら見てください。うん、そう、みんなはもう、ああ赤くなってます。ここね、今日噛まれたんです、帰り道に。めちゃくちゃかゆいこんなとこ噛むって思いました。何言おうとしてたっけ、何話してたかなありがとう、しっかり毎週録画設定したようやで、ありがとうございます、嬉しいです。ぜひ録画予約して、そしてリアルタイムで見ていただけたらなと思います。うん、みんなはの後、みんなは何してたかな、みんなはもう家何をとしたんやろ。みんなは今ほとんどメイクしてない。あ、してますけどアイラインとかは引いてないですね。アイシャドウとかはしてたんですけど、もう多分ほとんど取れてるので、薄い眉毛も描いてはいます。口も塗りました。うーん、わあ嬉しい、同僚にもドラマのおすすめをしといた、嬉しいです。明日放送なのでよかったらぜひご覧ください。そう、サッカー見てる。おお、試合ですか。うん、さっき帰ってきてご飯な、おお、何食べました。今は何が食べたいかな、たこ焼きたこ焼き食べたいですね。今回のドラマ私立探偵、あ、ちょっとこれは違いますね、これは違いますねあ、なおちゃんはマジで自慢の推し。いや、本当ですか、ありがとうございます。こんな私のことをそんなね言っていただいて、何も自慢できるようなことが何もないんですけど、添えていただけて嬉しいです。頑張れます、そうなれるように頑張ります。はい、推しですよ、嬉しい、ありがとう、みんなそんな言ってくれたりとか、レモンのアバター今来ていただいてたりとか、変わらずにこうやってねみんな使ってくれてることが嬉しいです。アバター変わらずに嬉しい。撮影の時日焼け大丈夫だった。日焼けはねしてますね、順調に。手がねもう結構な焼けました焼けました。
卒業したって推しに変わりない。いやでも卒業してもやっぱりね、やっぱりアイドル だから好きだったっていう方もおられると思うし、こうね、変わらずにこうやって配信だったりとかファンクラブでもそうですけどね、こうやって変わらずに応援してもらえたりすることって当たり前のことじゃないんで、本当にありがたいなと思います。本当におしゃれネイルして、あ、全くしてないです。もう地爪何もしてない、爪切るしかしてないです。はい、いろいろね、質問あったりするかと思うんですけど、ぜひドラマを見てね、なんていうの、質問された内容がどうだったかご確認ください。初めての推しですから。あ、そうなんですか。そんな、もう初めての推しというね、ありがたい場所を私にいただいて本当に感謝してます本当に感謝してるよ。嬉しいわ、そんな嬉しい、ありがとう。嬉しいインスタライブ面白い、見ましたね。あのインスタグラムで、あの漂着者の公式インスタグラム、ツイッターもあるので、よかったらねフォローしてください。あのインスタグラムで、あの斉藤匠さんがねインスタライブをされてて、私も見たんですけど面白かったです。俺も初推しがなおちゃんっす、やって嬉しい。ついに明日。そうなんですよね、早いです。もうね、もっともっとと先って思ってたので、本当にね、お話いただいた時からもう撮影が始まっても信じられないくらいまだまだ先って思ってたので、本当に明日って思うとすごく、なんやろ、不思議というか、なんかね、変な感じがしますけどなので私もドキドキしながらリアルタイムで見させていただけたらなと思うので、ぜひ皆さんも23時15分明日の夜にはなりますけども、しっかりと準備をして待機していただければ嬉しいなと思います。そう、明日っていう日が来るなんて早いですねどれぐらいまで撮り終えたんやって、わかりませんどこまででしょう。明日はグッズにスクラッチ、あ、そうなんですよね、明日はファンクラブで23日ドラマの放送日スタートということで、スクラッチ内で、ファンクラブ内でスクラッチだったりとかグッズの販売をね、そう、放送日前の、あの20時とか21時に開始するんですよ。そうなんですよね。そう、絵文字コメント出るんかって、あ、そうなん、前まで出てなかったのか。確かに出てなかった気がします。ほんまやほんまや、ひまわりとか来てる。無理だったんですよね。確かに確かにそうでした。すごい進化してますね。いろいろと見ないうちにショールームの機能がどん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 進化しております。ね、毎日配信してた頃がすごく昔に感じますもんね。もう結構5年前とか、もうそのぐらいの感覚になってます。ファンクラブのバナーがあるよね。そうです、左上に
なおカフェっていうとこがあるので、そこを押していただけたらファンクラブにつながります。そうなので、そこで説明読んでね、もし気になる方がおられたら、よかったらお待ちしてます。うん、小顔は知ってたよね。小顔は知ってた。あ、ファンクラブじゃないや、あれですか、配信の時に加工でできるってやつですよね。それは前の配信の時にその機能をいろいろ知りまして、配信中に目が大きくなるやつとか小顔になるやつとかいろいろ試して楽しんでおりました。うん。なんか面白かったですね、すごく。自分じゃないみたいな、すごい加工でした。びっくりしました。うん、なっちゃん標準語になっちゃいました。なってないです、なってないですけど、普通に話してる時、話してる時とかは関西弁で話してます。こんな感じで話してるんですけど、でも標準語で話せるようになりたいなと思うので、こういう時でに標準語で話すようにしてたりはしますかね。でも全然出ますけど、関西弁。うん、まだ全然やっぱり、うんですね。そう、話せるようになりたいので、だからこういう配信の時にできれば標準語を使わないと、基本標準語関西弁で話してるので、なので標準語で話せるようになりたいなと思います。関西弁抜けないよね。抜けかけたんですけど、そう、抜けないように頑張ってた時期があって、なのでやっぱり標準語聞いても、もうね、これだけ標準語の方とお話しさせてねいただいてても映らなくなってしまいましてって感じです。頑張ります。こんな感じかな。そう、標準語ね、頑張ります。実家帰った？あ、全く帰ってないです。関西弁可愛いのに嬉しいです。嬉しい。でもね、関西弁ってきつく聞こえたりするので難しいなぁとは思いますけど、でもね、そうやってちょっとでも好きって言ってくれる方がおられるんだったらすごく嬉しいなと思います、ほんまに。標準語で話して違和感あった頃が懐かしい。確かに結構ね、ショールーム、その何年か前、もう3年前とかかな、配信中に標準語を話せるようになりたいなっていうので標準語を話すみたいな、配信中にって思ったけど、難しかったですね、すごく。うん、そう、せやなとか言ってほしいな。せやな、そやな、私はそやなタイプですね。どうやって分かれるんやろ、そのせやろって私言うタイプなんですね。せやろって言ったことはあんまないんですよね。そやろっていう、そやろ、うん、そやな、そやなとか、そやろ、そやろタイプ。そやは言わないよって。また別物ですね、別物です、それは。そうですね。うー、面白い。うん、そう、関西弁でもちょっとね、確かに若干の違いがあるんだよねって来てるんですけど、そうです、背が普通だと思ってた。あ、そうなんですね。でもそうやなとか周りの方が言ってるから、言ってたから、だからどっちもタイプがあるみたいです、おそらく。
そうやろ。やっぱり関西人はせやかてはよく使うんですか？使わないですね。せやかて、そやかて、そやかてはあるかもしれないですね。そやかて、いやでも友達とか使ってなかったです。近所のね方とか、もうなかった、なかったな、なかった、なかったです。そやかて、そやかてな、やっぱり平時がちらついてきますよね。うん、確かに平次がね、服部平次、そうコナンのね、そやかて、せやかて言ってなかったな。確かに周りの人も多分そやかていた、いた気が、いったんかな、分からへんな。知らんけど使うでしょ今。あ、使います。何々やと思うで、知らんけどみたいな。多分それって結構関西人は結構使うんですけど、あんまりいいイメージじゃないですか。やっぱり使わない方々からしたら、どっちやねんってなるってことですよね、きっと。どっちどっちって多分嫌なんだろうなって思います。どうでしょうどうでしょう。でもね、知らんけどっていうことになよって、なんか適当って思うんかもしれへんけど、そんなことなくて、それで笑えるみたいな、え、どっちやねんみたいな感じなんていうの、真面目な時に知らんけどはちょっとうんってなるかもしれへんけど、そうじゃない時に、知らんけどみたいな言ったら、知らんのかいみたいな感じでなって、結構笑えるみたいな感じですかね。そのなんか真剣な時には言わないと思います。そんなに使うことはおそらく、そう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 、雰囲気良くするため的な使い方、そう、そんな感じかな。どうなんやろ、分からへんけど、人によって使い方が違うかもしれないんですけど、私的にはそういうイメージかもしれないです。どうなんやろ。そうですね。間違ってた時の保険ではないと。ああ、それもまああるかもしれないですけど、ちょっと分かんないですね。ちょっと使ってたらまた言ってください。もし。なんか言って、知らんけどって言ったら、知らんけどって言ったなーって言ってください。そしたら、あ、これはこういう意味で使いましたって、あ、まあ、ちょっとめんどくさいから言わへんかもしれないどっちやってなりましたね。すいません、ちょっとやめましょう。なにちゃんよく頑張った。え、何頑張りました私。何頑張りました。私頑張ってました今。ね、よかったらぜひご覧ください、ドラマ漂着者もうそろそろ終わります。今21時56分なので22時になったら終わろうかと思います。はい、そう、夏バテになってないですか？夏バテになってないです。はい。ちょっと配信前に言えばよかったんですけど、ショールームのランキングとかは、読む読まない問題みたいな感じで、この間ね、書かなかったら言われちゃったりしたので、ちょっとね、また書かない時があっても、そういう感じになっても困るなと思ったので、これから読まないことにします。なのでしっかりね、見てはいるんですけど、ね、ちゃんとこれからそういうシステムでいこうと思うので、はい、よろしくお願いします。
うん、ありがとうみんな。でもね、いきなり配信始めて、うん、そう、そうですね、読まなくていいんじゃ、うん、読まないようにします、読まない、読まないのなんでみたいな感じで言われちゃうのでね、なんかこれからもう早めに言った方がいいかなと思って、うん、そう、なのでね、ちょっと今日早めに言えばよかったからあれなんですけど、なので今日は最後に、じゃあ今日だけ読んで、これがラストということにしますね。今日は早めに言わなかったので、だからもうこれから読まないシステムでいくのでよろしくお願いします。はい、寝てて通知気づかない、でもありがとうございます、こんなね時間で申し訳ないんですけど、うん、な感じかな、うん、ありがとう自己満で壇上にいますよって、ありがとうね、紹介でした、楽しみでした、 ありがとう、そんな嬉しいです、そんな言ってくれて、そう私がタワー建てられて第一声がいいって言った時かな、わ笑ったなって、え、だってもったいないじゃないですか、はい、やっぱりタワーって1万円しますし、あ、リアルな話になっちゃうんですけど、するじゃないですか、でもそのお金がね、あれだったらこういう配信とかじゃなくてさ、そのこれからの時期だったら夏バテ防止で塩分の入った飴ちゃん買うだとか、なんかわからへんけど、アイス買うとかわからへんけど、なんか好きなものに使ってもらえる方が一番いいなと思うしね、ここで、うん、使うのはもったいないなってずっと思ってるので、なので本当に大丈夫です、ありがとうって感じで思って言ってました、うん、本当にもったいない、うわー、そんなね配信を見れて嬉しかったってことですよね、ありがとうございます、うん、明日の配信は漂着者、金曜ナイトドラマの漂着者23時15分から、放送がありまして、その放送後何分か分かんないですけど、おそらくまあ1時間と思って、番組表ちょっと見るの忘れちゃったので後で見ますね、時間24時15分ぐらいみたいな感じで思っといてもらえたらなと思います、とりあえず放送が終わってから配信します、よかったらはい見てください、なんかちょっとでもね皆さんとお話できたらなと思います、そう、ショールームのタイムテーブル予約してくれてた、ちょっと時間がねいまいち分かんなかったので、あの配信前にチュッと入れました、あのなのであんまりしっかりした時間ではないかもしれないんで、ちょっとしっかりまた見て調整しますね、はい、昨日のファンクラブラジオ配信から2日連続で配信ありがとう、そうなんですよね、昨日ね急遽ラジオ配信してファンクラブ内でそうしました、そんな感じで22時になったので終わりたいと思います、ということでありがとうございました、じゃあランキングを、最後のランキング読みをして終わりたいと思います、じゃあちょっとね最後まで最後までこのこっちの配信してる方のあのコメントの見方も分かりませんでしたので、ちょっと変な方向を見てますが、あの気にしないでください、13位はチャチャ、ありがとうチャ、そして12位はシルキーペロッ、シルキーありがとう、そして11位はちょっと待って隠れてます、ケンタゴンベンケンタありがとう、
ちょっと ずっと床についてたので赤くなっちゃいました。どうでもいいな、ごめんなさい。10位はウエピー、ありがとうウエピー。そして9位はコーメン、麺やな、コーメン、麺、ありがとうコーメン、コーオーメン。8位はウホウホホ、ウホウホホ、ありがとう。そして7位は宮崎のおじちゃん、ありがとう。そして6位はシン、ありがとうシン。そして5位はグリコ、ありがとうグリコ。そして4位は鈴木やったことないよね、鈴木プチ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 、え、鈴木って魚です、お魚、鈴木プチ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 。3位はドゥドゥン、レナ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 、それなそれなレナ、ありがとう。そして2位はドゥドゥン、フジエモン、リリリリリ、ありがとう。そして第1位はドゥルルドゥン、カスピエル、パン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 。ありがとうございました。ということでここで終わります。皆さん明日ぜひ23時15分から漂着者ご覧ください。ということでここで終わりたいと思います。ぜひね、皆さんもハッシュタグ漂着者をつけて拡散とかいろいろしちゃってくださいね。放送前かいつかわかんないんですけど、今日放送日ですってツイートするので、よかったらリツイートしちゃってください。ありがとう、みんなもありがとうございました。しっかり休んで疲れを取ってください。ということでありがとう、ありがとうございました。またね、おやすみなさい、バイバーイ。